それではいよいよ発表していきたいと思います。第1回メルプチ選抜決定戦栄えある第1位に輝いたのは、メルプチ、メルプチ始まるよ。こんにちは、メルプチですけど、チルチル、こんにちは、マーココです。ドラゴモヒネです。アルハクコミだよ。研究生のひよりです。せーの、ひなのんのはい、ということで今回はカラーズ行きましたね、私たち。はい、カラーズでいろんなことがあったと思うんですけど、うん、そのカラーズの一日の密着だったりとか、施設にずカメラが回ってない ところであったこととかも、うん、みんなとお話ししながら、うん、行こうかなと思います。はい、せーの、レッツゴー。していこうかなと思うんですけど、裏話的な、裏話的な、なります。おなんか髪の毛申し訳ない、髪の毛を私この髪型にしてて、ここを巻いてたんですよ、うん、それを巻き髪をネーネにやってもらってて、うん、その時になんか余計度させられて、うん、ここに水ぶくれができました。めっちゃ痛そうだった。そう、あれはしょうがないね、あれは。そう、コテの先っちょが取れちゃっててそこは巻けないの。本当に水ぶくれみたいになっちゃってて、 そこまでやっぱりやけどさせちゃったみたいな。そうなの、コメントなりました、すみません姉妹でので個人的にあの編集者さんに会えたので、あ、見てますか、見てますか、ありがとうございます。私たちのメルプチとか他のタルとかもなのかな、うん、なんですけど、編集してくださってる編集マンさんがいて、初めてその編集マンさんに、うん、そこで会えたって。すごい嬉しかった、うん、嬉しかった、めっちゃ、うん、絶対入ってくるからだもんね、ね、それな、そう、そこでな私は初めてお会いできたバズのクリエイターさんがいたところ、マリモさんとお会いできちゃったんです。楽しくってなんかさ、普通にさ、全部が楽しかったんだけど、それこそランウェイとか踊りでね、出させてもらったんだけど、みんなでこうやってタオルぶん投げるあるじゃん。私すごいライブとか好きだから、もう本当にここめっちゃ乗っちゃって、めっちゃ楽しかった。横でめっちゃ楽しんでるなってなんかね、機会があったじゃないですか。あ、私はもうそれが本当に楽しかったです。嬉しかった、いろんなものが会えて、本当に、ね、私はメルプチでのそういうイベントファンの子と会えるのが初めてだったんで、めちゃくちゃ嬉しかったです。確かに DM で、売り切れて入れなかったって子がいて、今回はステージメインだったと思うんで、まあ、ステージ楽しんでくれたんでよかったんですけど、今度はあの次回メインとかもまたできたらいいなって、やりたい。はい、ということで、いろいろあった、まずカラーズショーの裏側密着、一日密着の動画があるので、はい、こちらをご覧ください。せーの、どうぞ。こんにちは。何してんすか。ごめんね、ちょっとバーッとやめ、ちょっと意地悪ですよ。何でしかやってない。え、元気です。とても元気ですよ。なんかさ、今日なんかちょっといい感じですよね。今日肌のツヤ良くない？あ、いいですか。はい、とても美味しい。はい、とても美味しい。調子いいね。楽しんでるね、そうですね。今日のカラコンはさくらちゃんのベイビーなんだっけ、リングなんちゃらです。さくらちゃんのコンタクト。さくらちゃんのコンタクトなんですよ、実は。もしかして。すいません。すいません。あの、メルプチチャンネルです。あ、久しぶり。お元気でしたか？え、もう一番元気だった。え、負けない。いや、若いのこっちだから。そういや、ごめんなさいけど、永遠の青春をするくらいのこっちだから。確かに。確かに。一緒に盛り上がりましょう。お願いします。おはようございます。おはようございます。メルプチチャンネルです。やっほー、もかちゃんです。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。もかちゃん、めっちゃ口笛が上手なの。本当によかった。口笛、口笛やばい。ちょっと口笛審査してもらっていい？口笛審査あ、私でも厳しいです。あ、厳しい。あ、本当です。いきますね。
待って普通にめっちゃ上手すごい今日調子どうですか？今日もなんかあのスタッフさんに今日メイクのできいねって言って言われてハッピーですマコはどう？調子いい感じ？いいです、いいです。今まだメイク完成してないんです。まだ、あ、初ですよね。初です。どうもどうも、初めまして。初めまして。すごいな、なんか若いパワーが。ヨキさんいい感じやん。僕専属スタイリストが2人ぐらいついてるんですよ。シャンクスです。茶髪じゃなくなった。茶髪のシャンクスです。茶髪のシャンクス。今から何ですか？ミーティングに行きます。はい。どうですか、テンションは。結構あんまり普段会えない先輩たちに会えて嬉しいです。はい、嬉しいです。いいね、楽しんで。はい。この後はリハーサルしてチェキ会、はい、いっぱいファンと触れ合ってください。はい、はい、新宝島のアウトロで入っていただければ。そしたら何食べてるの？
まあ、あ、オムライスだ。もう本番前からビジュが悪くなっていきますね。食べてね。どう今、あと30分マナがいて、マナがいて、まあまあ、マナのお母さんがいて元気もらったかなって、そんな感じです、じゃあ私はなんかその家族のために来てるんですけど、今日はお兄ちゃんをね見に来てくれてるということなので、初めてこういう姿をお兄ちゃんに見せるので楽しみだなというふうに思ってます。頑張ります。私は友達が約20人ほど来てるんですよ、大阪なのでね。まあ私もこういうところちゃんとかっこいいことできるんだぞっていうのを見せちゃいたいなって思います。はい、今どんな気持ちですか？言葉が出ないです。緊張する。朝から緊張してるよね。はい、けど楽しんでね。はい、楽しんでね。はい、はい、さあ、みなさんです。今、夕ご飯食べてるんですけど、お腹いっぱい、いや、これで元気を蓄えてます。もうでも、ファンの子からで結構元気がチャージできました。最高です。ありがとうございます。触る子と同じのやっとく。これ絶対使う。あ、そうだ、触るか、これ本番直前です。
これ髪の毛変えも今の心境はちょっと緊張ほぐれたんですよ、さっきのライブで。だけど、これからじゃないですか。まあ、落ち着いていこうかな。バイバイ。おい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 。リアクションでか。せーの、頑張るぞ。おいおいおい。それではいよいよ発表していきたいと思います。第1回メルプチ選抜決定戦、生徒会長として選ばれたのは、メルプチレギュラー生のみなつちゃんです。それでは皆さんコメントをお願いします。はい、ちょっと一発目で本当になんて言おうかなって、なんかその自分が生徒会長として選んでもらえるっていうふうには思っていなかったので、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。ここで生徒会長に選んでいただけたのは、本当にプチっ子だったりお友達だったり家族だったりスタッフさんメンバーの支えがあったからだと思ってます。本当に長らくすごいみんなも自分の大切な夏休み期間を受験生のみんなも削ってくれたりとか、お小遣いを使ってくれたりとか、本当に自分を削ってまで応援してくれて、改めてみんなの力の大きさにすごく気づかされました。本当に応援ありがとうございました。ありがとうございます。続いて第3位の発表です。第1回メルプチ選抜決定戦第3位は、最終獲得票数21,564 票で、メルプチ研究生のひなのちゃんです。おめでとう。ひなのちゃんコメントお願いします。はい、私は今日大阪のラーメンを楽しんで
帰ってもう選ばれないって思っちゃって来てたから、本当に今ここで喋る言葉も考えてすらなかったんですけど、本当にここまで来れたのは皆さんの応援のおかげです。ありがとうございます。ありがとう、選んでくださったからにはこれから日々成長して頑張っていきたいと思いますので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。おめでとうございます。おめでとう。続いて第2位の発表です。第1回メルブチ選抜決定戦第2位は、最終獲得票数27,600票、メルブチ研究生のひなたちゃんです。おめでとう。それではひなさん、コメントお願いします。はい、本当にありがとうございました。ちょっとうるうるして、まあ、ちょっと泣いてるんですけど頑張って話します。本当にこの選抜決定戦が始まる時から負ける自信は一切なくて、やるからには絶対に研究生でも1位を取ろうという気持ちでここまで頑張ってきました。ちょっと2位という結果で悔しい気持ちもあるんですけど、本当に皆さんと戦えて、皆さんに協力してもらえて、そして家族、お友達にもたくさん協力していただいて、私はとても恵まれているなって思いました。でもまだここがゴールではありません。私も自分の夢に向かって自分なりの道の進み方で頑張っていきたいと思うので、応援してくださると嬉しいです。選抜生になって今年メルプチに革命を起こしたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとう。それでは最後のメンバーの発表です。第1回メルプチ選抜決定戦栄えある第1位に輝いたのは、最終獲得票数27,795票、メルプチレギュラー生のまほこちゃんです。おめでとう。まほこちゃん、コメントお願いします。皆さん応援してきてくれてありがとうございます。なんて言おうかな、私は今まで2ヶ月頑張ってきて、いろんなことあっても絶対に泣くのを我慢してたんですけど、もうこの1位が嬉しすぎて、皆さんの前でちょっと涙を流してしまってるんですけど、ずっとレギュラー生で、レギュラー生だから後輩の子には負けたくないっていう気持ちをめちゃめちゃ持って頑張ってきたので、すごく1位が本当に嬉しいです。みんなのおかげです。ありがとうございます。皆さん盛大な拍手お願いします。おめでとう。おめでとう。はい、以上でメルブチ選抜生が出揃いました。改めてまほこ、ひなた、ひなのみなつが今後のメルブチ生を活動としていくことになります。そしてなんと選抜生に研究生ながらも選ばれたひなのちゃんとひなたちゃんはレギュラー生に昇格となります。おめでとう。おめでとう。頑張ったね。はい、これからこの4人が先頭に立ってさらにメルブチを盛り上げてくれると思うので、皆さんご期待ください。またこの選ばれなかった4人以外にも他に15名の若い子たちがいるので、その素敵なメンバーがいるメルブチをぜひ今後とも応援よろしくお願いします。
あ、では最後にメルプチの卒業生である先輩のユナさんから何か一言いただきたいですね。私ですか。まずは皆さん本当にお疲れ様でした。なんかこう私はこう近くでね直接応援できてたわけじゃないんですけど、動画を通してみんなの活躍を見てて、なんか私のメルプチの時代ってそういうこういうバトルがなかったので、なんかこうチャンスが欲しいってみんなで同じことを思って、こう厳しいながらもみんなでこう難しい壁に乗り越えていく姿ってすごく素敵だなって思ってて、で今回ねあの選ばれなかった子たちもあの頑張ってたのは本当実際そうですし、あの絶対にねこれからにつながると思うので、あのこれからもみんなで頑張っていってほしいなって思います。メルプチを盛り上げてください。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、以上でメルプチ選抜決定戦終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。よく頑張りました。6人で1週間で13マラソン。もちろん受かった人たちもおめでとうございます。でも落ちた人もあの本当は一番だと俺は思ってます。ここまで来てくれてありがとう。もちろん選抜生がね引っ張っていくことになるんだけど、こみちゃんも今までに知らないこみちゃんめっちゃ知れたし、ひよりちゃんも中1なのによくついてきたね。すごいわ。まだまだメルプチは続きます。みんなで19人でメルプチを盛り上げてもらえると嬉しいです。お疲れ様でした。はい、ということで改めて本当に最後まで投票だったり宣伝拡散のたくさんの応援本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからも頑張っていくので応援よろしくお願いします。お願いします。